はようございます。おはようございます。今日もね、ちょっと、うん、めっちゃいい曲あるなと思って、結構最近探すのが好きで掘り下げていってね、ディグってんの、ディグってますね、ディグりが半端なくて最近、これええ曲やなっていうのが1曲あって、それを今日も聴いてほしいんですよね。お絶対いい曲なんで流しますね。あ、まだピアノ始め、ピアノ始めなんですよ。ピアノが好きで、ストリングスもね、もうすごいしね、めっちゃいい感じで厚みがあるんですよね、やっぱり音楽に厚みがあるよ、うん、歌わんのかい、歌わんのかい。ウルボ TV でーす。あざっす、あざっす。あぶしゃぶしゃ、キロキロキロ。俺のバディにならないか。よっす、こんにちは、っす。おはよう。バディやってる。バディになろうよ、みんな。カトワイ見てる。カトワイ見てる。痩せすぎちゃうかい。言ってますけど、IWGP 見てる。はい、そんな感じで今日も、元気に始まりましたけども、はい、今日も作紹介をバンバンしていこうかなと思う次第でございますけど、ついに、ついに来ましたね、エースが。もうエースが、ボス、うちの裏ボス、エースであり、裏ボスであり、ね、知ってる人は知ってるんですけどもね、シズノーユーってバンドやってます。赤山龍馬という僕の1個、2個上の先輩なんですけど、まだ意味が違ってきますから、赤ちゃんって言ったらその紹介なんですけどもね、はい、今回どんな紹介をしていこうってまたいろいろ考えてたんですけど ね、 ね、ちょっとね、やっぱ他人の意見も取り入れたい、これ我々ブルボ TV、 そのためにそう、やっぱり ね、 どう自分の発信じゃなくてね、そうですね、どういう人なのかなって、ね、笑いざらい、ね、検証してきたわけ。そうですね、その VTR ね、今撮ってきたんで、その VTR ね、あのめっちゃ蚊がすごい、蚊がすごい、室内ね、室内で蚊がすごい、終わりですか、落ちしろよ、ちょっとありがとうございますてな感じで、どんな人間なのかというのをいろんなね、周りの人に聞いてみましたので、その VTR 振りをいつも通り川内さんにお願いしたいかなと思います。俺この時間だけ一番嫌やスタート早っ、どこやなその、ちょっと待って、喋り方は普通でいいんや。いや、それは普通で、普通でいい。いや、すいません、あの、来ていただいて、わざわざ来ていただいて、毎度お世話になります。赤山龍馬さんについてお聞きしたいんですけども、うん、はい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 、彼との、はい、まず関係とはどれぐらいの期間ですかね。そうですね、高校2年生の時ぐらいから、まあ、ほぼほぼずっと毎日遊そうっていうか、何年ですか、10年ぐらいですかね。10年ぐらい、10年来の友達ということで、うん、そうですねその10年来の友達が、はい、まあ、語る赤山龍馬ということで、うん、そうですね、まあ、じゃあ一番の思い出とか2人の思い出とかありますかね。一番か、もう山ほどあるんであれですけど、高校3年の夏くらいですかね、に、まあ、ちょっと広げた駐車場、大きな駐車場で2人で、まあ、全然夜中12時ぐらいかな、開けた駐車場で仰向けに2人で寝転んで、まあ、星バーッと見ながら綺麗やなーって青春っすね。で、まあ、市の管理地域やったらしくて、おじさんが近づいてきて君ら何してんねやと、うるさいわと、君らおったらおじさん寝られへんから帰ってくれ。それぐらいのもう何会話することもなく、すごいな、綺麗やな、綺麗やなとそんな感じです。まあ、そうしたら、じゃあまあ、まあ、こう、まあ、いろんな人に聞いてってるんですけど、うん、一言で言うと赤山龍馬さんはどんな人でしょうか。うん、ああ、一言で言うとか、ありがとうございます。今日はケブルでありがとうございます。どうも。いろいろ赤山先生について聞きたいんですけども、はい、まず赤山先生と知り合ってから大体何年くらいになりますかね。多分5年ぐらいです。5年ぐらい、
結構長いですよね。そうですね。じゃあもう酸いも甘いも、酸いも甘いも、はい、そうです、一緒に共に過ごしてきたということで。大好きだったの。大好き。そうですね。だった。ファンだったんですごい。ファンだった。ファンだった最初は。はい。ファンから見て、はい、やっぱその赤山先生というのは神的存在。はい、そうですね。まあでも考え方偏ってるって言ってたよ。あ、やめて。そうですね。考え方偏ってるとは。こうと言ったらこうみたいな。こうと言ったらこう。僕らも言ってます。そう、なんか。めっちゃいいと思う。すごい怖い。怖い先輩。怖い。今や怖い。怖い神。ここまで怖い神。怖い神でまとめていいですか。あ、大丈夫です。怖い神。怖い神。それでお願いします。一番の思い出とかって。うわ。一番の思い出。そうですね。最近なんですけど、打ち上げ終わりに。打ち上げ終わりに。血まみれで歯がグラグラな私を、病院、朝から病院探して連れ回ってくれたことですか。めちゃめちゃ優しい。そう、実は優しい。実は優しい。そう、めっちゃ怒られましたけど。あ、怒られた。1時間ぐらいめっちゃ怒られて、はい、から病院に。それは今5年間で一番の思い出。そうです。っていうことで大丈夫ですか。あ、大丈夫、はい、大丈夫です。で最後に赤山龍馬先生を一言で表すなら。すごく怒る人。そう。ありがとうございました。ありがとうございます。ほなほな。イベント紹介をバチッとしていきたいと思います。よろしくお願いします。で今回1月のことで、また来ました、はい、ちょうど来年もやあれんちゃう去年もやりましたよね。去年もね、来年もやります。来年もやるここで言っちゃう。未来のことをやる。未来のことを言う。それがブルボーティービー。フューチャードリーム。イエア。フューチャードリームでございます。はい、という感じで今回もあります。2016年ですね、仁義なき戦いね、仁義なき書いて、はい、仁義なき戦いの、神戸編をブルーポートでやります。よろしくお願いします。日程が、あったこれ7月15日、はい、フライデー金曜日、フライデー、チンチンフリーフリーフライデーなんてうちの近所のおじさんがやってはぁと思ってもらいましたよ。フライデーでございます。はい、どんな家ですかグッバイサマーデイズがね、今年の代表でございまして、そうですね、はい、後ろにこれフライヤーフライヤーというでかいポスターがね、これがあって、はい、総勢すごいですよ。こんだけ番出たらもう何しちゃうかどうしちゃおうか、人生とかしちゃおうかそんな感じでね、やってますねで、そのイベント詳細やバンド詳細等をあの、あと店長の川内さんから詳しくお伝えいただければなと思います。いつも言ってたっけ。現場会長でした。まあ一応22会場、今年は増えて、はい、東にリーグと日日本リーグ。なるほどなるほど。なんだあのセリーグパリーグ。パリセリーグパリーグ。どっちがセクパーか。どっちがセクパーか。君したお前が決めろ。パーが盛り上がったんだけど。なんかその、バンドの、西日本リーグが、はい、神戸で、はい、西日本は何番だ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11箇所。すごいです。サッカーや。サッカーや。おお。このね、11番の中、大体このバンドで、ここにあります、はい、全国から7バンド7バンド来ます、わー、もりもり。神戸からも、ね、地元バンド代表で、姫路からタラレバ、タラレバ、はい、熱い組してるバンドですね、あと、神戸からマイホドラ、マイホドラ、はい、まあ、説明はライブハウス現場でやるそうで、まあ、それと、まあ、グッソマと、はい、まあ、入れて、9バンド、9バンドで、ちょっと平日で、オープンが4時半の、早いですね、そう、長丁場で、5時とかなるんですけど、まあ、結構おもろいイベントだと思うんで、はい、まあ、ちょっとね、神戸が一番いいぞっていうところを、そうですね、みんなで見せていけたらな、パワーがあるんで、思ってやばいっすよ、半端ないっす、だから君が、イレブンの一員だ、そうだ、12人目のプレイヤーは君だ、12人目のプレイヤー、それ、サッカーや、おー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 。こんな感じでお待ちしてますよ。はい、仁義ない感じで、仁義なき使ってるのないっすよ。あ、あとあれですわ、仁義なき戦いの、あ、本当だ、全バンド収録の CD も作ってます。はい、バッと作ってるんでね、これはブルーポで配布してるので、はい、またよかったら、今まだシーンに出てきてないバンドばっかり、はい、入ってるんで、はい、まあ、早耳の方はね、要チェックで、要チェックでお願いします。お願いします。お願いします。ただやで、ただっすよ、こんだけパッケージとなって、ただ
でした。バイバイ。Yeah.